新記録。自身のツイッターで白血病と診断されたことを、絶句ですね。もうちょっと声も出ない。白血病という診断が、白血病と診断されたということです。一番苦しいところは乗り越えて回復に向かってる状態だけど、髪の毛がないことが恥ずかしいことじゃないし、今ありのままの自分でいるという感じで、池江璃花子選手が今のありのままの姿を、 SNS を更新し、今ありのままの希望で実現したということなんですね。自分が綺麗と思えばそれは綺麗だと思うし、可愛いって思えば可愛いと思うし、人と比べるようなことではないんじゃないかなって思ってます。自分自身に誇りを持ってるし、ありのままの自分で